マタンサ川に架か,かる橋マタンサ川、マタデロス川、マンサーナ川は、アルゼンチンのブエノスアイレス州とブエノスアイレス自治市を流れる全長6 4トルの川。単にリアチュエーロとも呼ばれる。ブエノスアイレス州に橋を発し、ブエノスアイレス州とブエノスアイレス自治市の境界を流れてラプラタ川に注いでいる。 サッカークラブのボカジュニアーズで有名ならボカ地区は、マタンサ川の川口近くに位置しており、ボカはスペイン語で、加工を意味する。流路は特に下流域で運河化、水路化されている。源流から、ラノリア橋まででは一般にマタンサ川と呼ばれ、ラノリア橋より下流では、リアチュエーロと呼ばれる。流域面積は2240平方キロメートルであり、 約350万人が住んでいる。ラボカ港、スデスターだと呼ばれる南東向きの暴風は、リアチュエイロ川の水が、ラプラタ川に達するのを妨げ、ブエノスアイレス自治市の南東にあるラボカ地区、バラカス地区のような低地で頻繁に洪水を起こす。1995年以来、このような洪水の発生を阻止するために、多くの洪水制御計画が実行されている。 マタンサ側の主要な支流は、ブエノスアイレス州内のカニュエーラス川、チャコン川、モラーレス側、大ブエノスアイレス都市圏のシルダニエス側である。マタンサ側には、沿岸の工場、特に川なめし工場から大量の産業廃棄物が流れ込み、水質の汚染が進んでいる。最も危険な汚染物質は、重金属や流域の飽和層から流れ込む汚染水である。 マタンサ側の汚染問題は、遅くとも1860年代に在職したバルトロメ・ミトレ大統領時代から論争となっている政治的主題であり、マタンサ側の球場は公衆の注目を集めている。特にアーティストで環境活動家であるニコラス・ガルシア・ウリブルは、1970年と2010年3月22日の2回に、渡って水路を緑色に染め、 問題に対して注意を喚起した。1993年、カルロスメネム政権下のマリア・フリア・アルソガライ、環境大臣は、リアチュエーロ側の浄化に関する3年計画を承認したが、計画は開始されることなく終えられた。元公務員で、保守的な政策論者のアルバロ・アルソガライは、公的資金の不正流用で起訴された。地元のパヒナ、十二市によると、 2億5千万ドルの予算が川の浄化対策に充てられていたが、600万ドルは懲罰のために失われ、1億5千万ドルは無関係な社会プロジェクトに充てられたため、実際に水質浄化のために使用されたのは100万ドル弱であり、残額は9千万ドルに過ぎないという。批判者はこれらの浄化計画が無駄であったことを指摘し、 水質浄化は沈没船の船体を除去するのと同じようなものであるが、新たに船の廃棄を妨げることは何もなされなかったとしている。2006年には、ネストル・キルチネル大統領が水路の状態に関して水質の改善が優先されるだろうという発表を行い、いくつかの取り組みが実施されたが、川は依然として健康問題や隣接する地区の都市交配の源と、 なっている。環境浄化の取り組みは、近隣地区の都市再生の提案によって保管されている。ありがとうございます。